これで服の調達は完了。あとはデアモンテの屋敷に向かうだけね。デアモンテ様に呼ばれてまいりました。娼婦か。上等な女だ。どうだ、こっそり俺たちの相手をしないか。デアモンテ様より満足させてやれるぞ。ごめんなさいね、私そんなに安くないの。ふん、通れ。はあ、やっぱり。さて、お邪魔するよ。外には見張りが一人。さっさと仕留めて先を急ごう。デアモンテとスキラチを探さないと。おねんねしな。掃除するか。さあ、そこ。で、遊びは終わった。欲しいなら取ってみな。スキラッチ。死んでる。どうして。それに、デアモンテ。ファーザーのようなナイフさばきだ。さすが黒蛇のエースだな。ヒルロ。ああ、これか。
遅いから先に片付けといたぜ。あんたも頼まれてたの？裏切り者なんて初めからいなかった。え？スキラッチが裏切り者だ。屋敷へ行き殺す。そうファーザーに言われたろ。だが俺はこう言われた。ソローネが裏切り者だ。殺せってな。そしてスキラッチはピルロが裏切り者だと襲ってきやがった。どういうこと？すべて仕組まれてたのさ、クソ親どもにな。殺し合わせ、優秀な子を生き残らせる。これは後継者の選別なんだよ。あの盗みの仕事も計画のうちだった。ドニは早くにふるい落とされたのさ。嘘。黒蛇は変わらなきゃならない。クソ親の力が衰えれば狙う奴はいくらでもいる。後釜を育てたいのさ、どんな手を使ってもな。俺はなるぜ、蛇の頭に。町の影の支配者が何だって手に入る。そのためなら何だってやる。やめて、あんたとは戦いたくない。悪く思うな、ソローネ。ピルロ、その血生臭いナイフを下ろして。さて、闇夜は怖い。当たる。掃除するか。さて、そら、掃除するか。そこ。出番か。やっ、くらいな。行くよ。悪いぞ。本気出すか。そら。出番か。もらっとくよ。さて、そこ。出番か。やっ。もうやめて。こんな戦い何の意味もない。意味ならあるさ、ソローネ。ファーザーのお気に入りはお前だ。お前をやらなきゃ俺は後継者にはなれない。そうだ、俺がお前をやらなきゃ。このゴミためから抜け出すにはもうそれしかねえんだよ。分かったよ、ピルロ。悪いけど本気で行かせてもらうよ。さすがエースだな。
やるかよ。行くよ。遊びはオフやってやるよ。そこ暗いな。さて、そう掃除するか。もらった。出番か。さて、もらっとくよ。出番か。そう。やるかよ。行くよ。やるかよ。いいね。もらっとくよ。もらった。掃除するか。行くよ。悪いぞ。蛇は素早いよ。掃除するか。ここまでだ。行くよ。終わりにしようぜ。もらっとくよ。もらった。出番か。そら。もらった。やるかよ。掃除するか。やった。行くよ。さあ、見ろ。やってやるよ。そら、暗いな。行くよ。もらっとくよ。やるかよ。ここまでだ。出番か。やった。もらった。さあ、終わりにしようぜ。もらった。デアモンテ様に呼ばれてまいりました。娼婦。上等な女だ。どうだ、こっそり俺たデアモンテ様より満足。ごめんなさいね、私通れ。
さて、外にさっさと仕留めて。おねんねしな。遊ぼ。行くよ。そこくらいな。出番か。掃除。お次。ゴミは片付けなきゃね。ファーザーのようなナイフさばきだ。さすが。ヒルル。ああ、これか。遅い。あんたも。裏切り者なんて。え？スキラッチが。そう。ドローン、そしてピルロが裏切り者だ。どういうこと？こあのどう黒そうや。あ、俺、町のか、そ、やめ、わ、ピルロ、そ、ピルロ、さあ。出番か。そこ掃除するか。そうだ。出番か。行くよ。弱いんだ。さあ見るの。闇夜は怖い。もうやめて。こんな戦い何の意味もない。
意味ならあるさ、ソローネ。ファーザーのお気に入りはお前だ。お前をやらなきゃ。そこ、わか、悪い。さすが、エースだ。出番か。そこ。やられたよ。やるね。もらっとくよ。行くよ。蛇は素早いよ。そら、掃除するか。そこ。もらった。行くよ。出番。逃げろ。闇夜は怖い。掃除するか。やってやるよ。やっ。出番か。ここまでだ。さて、もらった。そら、くらいな。いいね。もらっとくよ。もらった。そうです。もらった。出番か。やられたよ。さて、蛇は素早いよ。出番か。そこ。さあ、行くよ。行くよ。遊びは終わりだよ。やられたよ。出番か。はい、どうも。さて、そら、掃除するか。出番か。やった。さて、はっ、弱いんだね。出番。逃げろ。闇夜は怖い。もうやめ。意味な。このゴミためから抜け出すにはもうそれしか。わかった。悪い。エースだ。掃除するか。そら。さて、もらっとくよ。やられたよ。もらった。行くよ。やってやるよ。やっ。出番か。もらっとくよ。
行くよ。そら。で、そこ暗いね。逃げろ。闇夜は怖い。ここまでだ。行くよ。もらった。出番か。蛇は素早いよ。そら。掃除するか。もらっとくよ。終わりにしようぜ。さて。もらっとくよ。もらった。もらった。掃除するか。やった。やるかよ。やってやるよ。いいね。もらっとくよ。行くよ。行くよ。見ろ。闇夜は怖い。やるかよ。ここまでだ。掃除するか。そこ。行くよ。蛇は素早いよ。出番か。悪いか。本気出すか。そこ。掃除するか。もらっとくよ。もらった。行くよ。そら。出番か。はっ。もらった。やるかよ。やってやるよ。もらっとくよ。掃除するか。やるかよ。ここまでだ。出番か。そら、くらいね。そう、遊びは終わりだよ。出番か。そら。欲しいなら取ってみな。まただ。また血の匂いがする。この傷、助かるな。やっぱエースだ。誰もかまわない。お前がなれよ、後継者に。興味ない、そんなもの。吸い込むたび、胸が腐っていく。体に染み付き離れない、この匂い。吐き気がする。じゃあ、何ならいいってんだ。そうだね。お前は、何が欲しい。私は、疲れたよ。
ペルル。自由の星。この足で思うままに走り回りたい。自由か。そいつはいい。だが自分の首を見てみろ、ソロエ。俺たちの鎖は切れないぜ。絶対にな。切ってみせる。自由を手に入れるために。できるかもな、お前なら。だが、そうね。キルル。キルル。初めて目的ができた。私は自由になる。自由を縛るこの首は、その鍵は二つある。まず鍵の一つは彼女の手にある。彼女は新たな人員を探しに町を離れた。まずは足取りをつかまなきゃ。ファーズ、もう一つの鍵は彼の手にある。彼はウィンターブルームへ立ち、仕事の手伝いとして私を呼んでいた。見つけるのはたやすいが、彼を殺すのはどんな仕事より難しい。私は消さなきゃいけない。鍵を握る両親。さて、どっちから行こうかな。待っててね、母さん、父さん。それじゃあ行こうか。